僕は戸田浩司と申します。1974年愛媛県で生まれました。僕が焼き物で表現したいのは、静かな緊張感と土の温かみがある普遍的な美しさです。自分で探した土から独自の粘土を生成し、ろくろで繊細な形を作って、巻き終わり、巻き窯で3日間燃やし続けることで出来上がります。釉薬は使いません。これは1000年以上昔の古代の人々と同じ方法です。彼らは何に憧れ、どのような祈りを込めて土と対話していたのでしょう。今を生きる私たちは、世界にあふれるさまざまな情報に惑わされています。僕の考える美しさやオリジナリティとは、過剰に足すことではなく、極限まで引くことで表現されます。美を感じる心は、言語や文化、思想の違いを超える素晴らしい可能性を持っています。僕の作品が少しでもあなたの心に響くことを願っています。